こんにちは、ライムです。今回はボス連戦イベント召喚2020年4月いきたいと思います。2ヶ月目だね。てかやっぱりまあブレイクスルーイベントはまあこれから、毎月あるっぽいですね、やっぱりね。はい、ということで今回もいきたいと思います。セナイダ欲しい。今月こそはセナイダ当てていきたいですね。はい、いきます。で、とりあえずまあ時間もあれなんで、その上級の途中までかな、途中までの分しかまだやってないですけど、全部はね終わってないんで、ちょっと時間的にイデアまあ10連なんで、そうあんまりね、そうまだできてないんで、モルボルクイーンをね倒せてないとりあえず一回やって勝てるとこまでやってきたんで、またね、溜まったらやろうとは思ってますけど。まあ、運が良ければですけどね、まあ42連だからな。しかもこれ全部ガチャってわけじゃないんだよな。謎のレフィア。はい。あっという間だな、これ。すげえあっという間だな。あと3、もう30連目ですよ。もう30連目。これでさ、セナイダ当ててる人マジですごいよね。すごいと思う。これでセナイダ出るか、全く出る気がしないんだ。お、よ。でも、ピカーンってなっ、おこれはあるぞ。これセナイダあるぞ。これセナちゃんあるぞ。バーストポット。そうだよね、バーストポットだよね。そうですよね。そうなんだよ、これ虹クリでさ、虹で喜んでもバーストポットとか普通にあるからね地獄みたいなガチャだよね。そう、これ虹でさ、虹でおっってなってもお前かっていうねお前かよっていう。これもどうせ虹出てるけどさ、ほらね、これ結構地獄だね。これなんだ、 10%、 あ、 10% か。地獄だね。グラウか、地獄だわ。あともう2連ですよ。早っ、この動画早っ。もう3分だぜ、この動画3分動画頼むわ。この2連で出たら神じゃない。この2連、残り2連で出たらマジ神。どうだ はい、まあまだね、終わってないところあるけど、上級のまだもうちょい残ってるけど、まあほぼ今月は終わったかな、多分出ないこれやばいよね。これでセナイダ出た人、本当に豪運だわ、これ。豪運の持ち主だと思うんで、出た方はね、ぜひ、大事にしてください。まあでも本当これぐらいの排出率だからこそのセナイダの強さなのかなって感じはするよね。だからまあ本当持ってる人と持たざる人のね、差は結構すごいと思うんですよ。本当、セナイダ持ってるだけでかなり高難度とかも楽になると思うんで、まあ、フレンドで使っててもかなり強いからね。はい。まず、当てた方は、もう、すぐ育てて、すぐフレンド設定してください。みんなの役に立つから。はい。といったわけで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。